カットいいですね。クワットはハイドラにはちょっと弱いので、ハイドラの方が何とかしてくれることを切に願いましょう。よし、オッケーオッケー。打開ができたかな。右に行くのは少し気してる。確かに。こくそな赤いってたんじゃないかなと思います。編成が多分こっちが有利すぎた。ガッと非常に強いんですけど、あと向こうにはエツサイルなので、エナスタークワットでね、非常にシナジーがあっていい編成だったんですけど、コードラントに勝てる武器が一個もなくて、結局サメライドもエナスタも自分で突っ込んでキル取んないといけないんですけど、ハイドラはまあ避けて遠くからね撃てちゃうので、そこがねハイドラのおかげですね。じゃない時に買ったお米を炊いて入れて、朝カップ麺1個食べて、昼その汁にご飯入れて。夜もその汁にご飯入れて食べてきたって感じです。だから、まあ、40円、実質40円しかその瞬間はかかってないみたいな、そういう時があります。スペシャルちょっと弱いからね、結構ガッツリに切り込んないと思いますね。気づいたのがあいつでかすぎる。2対1だったからね、今それいるんだ。です。もうちらすぎはきついことになるよ。ありがとう。イエーイ。なんとかなりますね。なんとかなるんです。味方のおかげですけどね。うん、最後キャンプがね。上にいてくれたのが良かったですね。キャンプは多分その返事で戦ってた方が強いので、上からパシャッパシャッってやられてもそんなに大変じゃないんですよ、私からしたらね。なのでそのおかげかなと思いますね。